んばんは。ちょっとお風呂上がりで申し訳ねえ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西です。ちょっとなんか暗いなってせやんな。それはそう思う。大西もなんか暗いなと思って今マスク外した。そう、すっぴんやからマスクしようと思ったけど、なんか暗いからそんな見えへんわと思って外した。ということで今日ですね、ほんとさっきって言ってもまあ50分前ぐらいに帰ってきたんですけど、そう、でなんか明日朝から撮影があって、で髪の毛の色がすごいなんか茶色っぽくなってたから嫌やわと思って、でも染め子持ってなかったよなと思って、3軒ぐらいさ帰りにコンビニを寄ったのよ。でもなくて、なんかもう完全な黒染めしかなくて、で完全な黒染めにしちゃうのはファンキーやからもうしゃあないわ。このなんか色落ちした茶色の髪色で撮影しようと思ってんけど、いやなかったよな家に染め子と思って、パッて洗面所の下の扉開けたら予備で買ってた染め子があったから、これでええやんと思って染めた。明日朝早いから先にショールームしようと思ってんけど、家帰ってから、でも先にショールームしたらもう絶対寝んの遅くなるから、もうあかんと思ってささっと髪の毛染めて、ささっとお風呂入ってからショールームしようと思って、で今はあ、もうほんまに上がったばっかり、髪の毛びっしゃびしゃ。電話だ。ごめんよ。大丈夫？うん、切った。一旦切った。これも終わってからかけ直します。明日は何時起き？何時起きだろうね。7時前かな。から早く乾かさないとね。ほんまそう、マジ寒いよね最近って言いながら思いっきり半袖やけど、そうです。半袖寒くない？なんか家の中は大丈夫、外は寒いけど、
家の中にいる分には寒くない？うん、大丈夫。明日も雨だからね。やってマジやめて。大西は寒がり暑がり、どっちも好きじゃないけど、強いて言うなら寒がりの方かも。寒いのほんまに無理。大西それならまだ暑い方がいい。もうプルプル震えてたわ、ずっと。もうすぐ秋も終わりってね。なんか一瞬で終わったな、秋今年も。でもなんか去年よりはなんか長かった印象。秋ってあったの？秋あった？秋あったよ。ちょうどよかった期間、結構今年長かった気する。秋去年の方が一瞬やった記憶。去年マジでね1週間ぐらいしかなかった記憶。秋今か。うわ、足の皮めくれてる、やだ。いた。なんかめくれてるっていうより破けてんねんけど、やだ。怪我って、うん、ここよく破けるんですよ、ね、親指のところ。全然関係ない話になんねんけどさ、全然関係なくもないねんけどさ、大西昔さ足の裏の皮めっちゃ破けててさ、破けててっていうかさ、なんかね風邪ひいて、風邪ひいて治った時に、治った時やったっけあれ、治った時かなんかなった時か忘れたけど、足の裏の皮全部ね総入れ替えするぐらい破ける人だったんですよ。そうそう、風邪ひくたんびに全部むけるんです、足の裏の皮が。すごいよね。同じ人いるんかな、そんな人いる？毎回って、そう毎回
もう大人になってからはね、まあ風邪を全然ひいてないからあれやなけどさ、そうお兄ちゃんもなってなかったかな。初めて聞きました。あれ言ったことなかったっけ。そう、足の裏の皮全部皮の全部めくれるの。そうすごいよね。うん、足だけって、うん、足の裏だけ。そう、風邪ひくたんびに、風邪ってか熱出るたんびにそうやった。そう、そう、そういえば最近ないなーっていうのを思い出した。少ないのか、そういう人は。少ないっていうか、おらんのか。ああ、そう。何やったんやろ。うわ、膝も今汚いようにしよう。いい、かさぶたー。なんか毛穴だらけやな、やだ。サブタちゃんがさ、青タンはね、ない。今回の舞台はね、全然そういうのじゃないから、そう怪我しないんですけど、これはね、前の悪の娘の舞台でね、あの悪のね、舞台の床がね、ちょっとなんかちょっとゴムっぽかったんですよ。そう、それでね、なんかちょっとすりむいちゃって、そう、なんか材質がさ、ちょっと違えばさ、ちょっと怪我の仕方違うくなるよ。綺麗にでも治ってきてるわ。いい、だいぶ髪の毛も自然乾燥してきたわ。ん、みんなも早寝るんやで、もうこんな時間やで。お互い様です。もう眠いてね、おいしももう眠い、寝れる、このまんま寝れるけど、髪の毛乾かして歯磨いて、で、まあ、あとその2つして、あとその2つして
電話折り返したら寝れるから。布団で寝られませんって、うん、今日はもうお風呂入ったからね、もうそれは布団で寝るから大丈夫、今日は床で寝ないです。もみちゃんの声で眠くなりそうです、嬉しい。ヒーリング効果ある、大西の声ヒーリングっておかしいかな、んて言える、眠たくなる、寝な寝な、寝なさい。寝なされ。もうみんなあと寝るだけ、布団に入っております。寝なさい。大西も寝る。大西も寝る。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこ、大きな大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を持ち帰ってお家で、おじいさんとおばあさんは桃を包丁で切りました。するとなんと桃から小さな小さな赤ちゃんが出てきました。おじいさんとおばあさんは桃から生まれてきた子に桃太郎と名付けました。ちゃんちゃんみんな寝た？みんな寝た？寝た？あれ、なんでみんな起きてんの？あれ？なんか癒しの声とか言ってくれたから朗読してんけど。あれ、なんかみんな起きてんな、まだ。なんでや。
ね、犬猿キジはって、え、登場させるまで読む。もっと朗読して、朗読、朗読な。真っ青な空を見上げて、誰かのこと思ってますか？今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。幸せなことを見つけたときは、君に分けてあげたい。47の素敵な街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。すごい、自分で言ってて寝れるわ、なんか。今自分で朗読してて寝れそう。寝た？なんでみんな寝てないの？なんでみんな寝てんの？なんか髪の毛先ちょっと染めたからさ、なんか髪の毛がふわふわしてる。散髪行きたい。寝てないな。何時だって。11時44分。もう寝るか。寝るか。寝ようか、じゃあそろそろ。これ何分くらい寝てたっけ。寝る？あ、18分くらいやってる。眠たい。眠たいよ。寝ようか。ちょっと寝るわ。短パンなの。半袖短パン。いや、家の中はな、寒くないねん、なんか。なんやろな。ここはね、寒くないんですよ。半袖短パン。短パンあれやで。見て。見えへんか。絵柄見せたいけど。見えへんわ、あかんわ。ちょっと見えへんな。はい。はい。見える？
ポパイ、そんだっけ。寝るわ。もう眠たくてさ、頭がポーってしてる。寝るわ、ごめん。よし、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきます。もう髪の毛ほとんど乾いてある。呼んでいくで。ナイス。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバットマーク大西尾さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がボスブラックアットマーク 36.4 度さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がツバッサーさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコハットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がはるかの思いさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカキアットマーク大西軍アットマークキョンシーズ抽選選考受付23時59分までさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がたけちゃんとマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、じゃあ本日はこの辺で終わりたいと思います。ごめんね、こんなんとすっぴんで申し訳ねえわ。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。